新人とベテランの違い。新人の場合、ぶつ切りテスト、これどうやって食べるんですか。はい、まず白菜の方を口元に手で持っていただいて、加えとく。先加えちゃう。そう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 。で、箸で身を取っていただいて、そのまま口にドーンパクって感じです。うんうん。オッケー。こう。他のゲストさんってあるの？あ、ちょっと聞いてください。ベテランの場合、どうやってたっけ？まずこのガラスの器の中にぶつ切りにした身がおろちポン酢にあえて入ってますので、白菜を手に取っていただいて、つ切りの身をほじくって取り出していただいて、おー、すごい大きいですね。これ白菜の上にしていただきまして、これを白菜の上に乗せる。はい、これぐらいいっちゃって、そのままくるんで、うん、ぜいたく。